豊岡城は、田島国木の崎郡と洋岡により、この、墨山城の出城として、標高48メートルの神武山に、木崎城が建築された。山梨の下では、三名四天皇に数えられた柿屋氏が廃された。天正八年、織田信長の命を受けた、橋場秀吉による、第二次、田島聖伐で、田島国の山梨が一旦滅ぶと、 秀吉配下の宮部慶順の支配となった。宮部氏は木の先を豊岡と改め、城を改築した。この時、城下町も整備され、これが現在の豊岡の町の基礎となった。その後、天正12年には美東地線、天正14年には赤市の利座ね文禄4年には福原道高と次々と城主が変わった。 江戸時代に入ると、豊岡藩として杉原氏が城主となっていたが、三代十元に着手なくして虫海駅となり、一旦廃藩となったため、豊岡城は廃城となった。漢文八年に京国高森が入宝し、再度豊岡藩が置かれるが、城主大名の格式ではなく、山城の維持費もかかるため、神武山の麓に陣屋が建築され、 反省は陣屋にて行われた。現在、豊岡城石一帯は、神竹山公園として整備されている。古くは、白崎軍とも記された。和名称では、死の詐欺と訓じている。ありがとうございます。